はい、今日も動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、体を反らしやすくする方法ってことでね、お伝えしたいと思うんですね。で、体を反らしやすくする方法っていうのはいくつか要素があるんですけれど、いくつもかなり要素があるんですけれど、その中でいつも一番大事っていうね、この3つをこうお伝えしたいと思うんです。で、体反らせないのは背骨が、背中が硬いからっていうのは大体ね、みんな思うことだと思うんですけど、実は背中が硬いというのもあるんですけれど、いくつか要素があるんですね。で、一つ目がですね、首が支えられないってことなんです。首が頭を支えられない、ちょっとわかんないですかね、意味がね。首が支えられないっていうのはですね、首がこう肩がね、こうやって上がっちゃったりして、首が短くこうなってて、そうすると肩が上がってるとこうやって反らせないんですよ。ロックかかってグッと、はい、だから首を長く持って、ここで支えるようなことをやるんですね、首で。今それはちょっと後で説明します。で、もう一つがですね、お腹が伸びないっていうんですね。これは分かると思うんです。お腹が、背中反らした時、お腹が縮んじゃって伸びなければ反らせないっていうのは分かると思うんですよ。で、3つ目は骨盤がずれるっていうんですね。骨盤がずれる、はい、皆さん骨盤でちゃんと、骨盤がきちんとこう定位置にあれば、反った時にかなり反れると思うんです。ただこれがですね、こうなった時にずーってこう、なんていうの、ずれちゃったらどうなります？ここ、背骨がね、背骨を反ることができないと思うんです。これずれちゃうと。ぴったり定位置に、ずれないように定位置にする。お腹が伸びる。そして首がしっかり、こう、首で頭をしっかり支えて固定したまんま反るっていうのね。ちょっとね、この3つを、こう意識してもらうといいんですけど、その中のですね、今日は反らしやすくする首をですね、こう支えることによって反らしやすくするっていうのをね、今日お伝えしたいと思うんです。で、ちなみに例えばこうやって、まあどこでもいいんですけど、こうやって、まあ手をね、片方でこうしてみてください。はい、で、このままですね、顔は、もし左手だったら左を押さえてもらって、顔は左を向いてみるんです。顔は左で、左に向くときにですね、なるべく真横を真左に向いてみてください。こうなったりこうなったりしないで、なるべく目線を左に向けてで、まあこの顎をね、こうやってグッと、左手で顎を持って、左のところで顎をぐーっとこう、顎に力を加えながら真左に向いてみてください。はい、そうすると、ここの右のあたりの、ここに斜めの筋肉がこうやってぐーっとこう出てくると思うんです。これ強さ乳突筋っていう、結構ね、その目が疲れたりするとすごく硬くなる筋肉なんですけど、ここをですね、例えばつっかえ棒みたいにこうやってこうしてみます。例えば人差し指が耳のこのぶっといこの筋肉を、斜めのところにこう出てくるぶっとい筋肉を、人差し指で耳のあたりの上のところを押さえてみる。で、親指あたりはこの首の鎖骨あたりをこう押さえてみると、ここでつっかえ棒になると思うんですよ。つっかえ棒わかります？つっかえ棒、はい、で、このままでね、左手持ってもらって、少しこうやって反ってみてください。1、2と、はい、こう反る、反るっていうね、これやらない時の、やってない時にこうやって反るのと、つっかえ棒にして左をしっかり向いたままで、上でも下でもなく真横に向いたまんまこう反ってみるのだと、全然反らせやすさが違うと思うんですよ。はい、で、これを右左やってみるんですけど、その時ですね、その時に足はですねこういう、じゃあまず足をまっすぐにしてもらって、足先をこう、ま
分かります、足先を、はい、くっつけます。でかかとをくっつけて、でかかとで開く、で少し足を開いてみるっていう、こういうのをねちょっとして、でこのまんまです、このまんま左手ですね、わかります、ちょっと見えませんかね、左手をしてみる、でこのまんま目線は左を向いて、顎ですね、こうです、顎で左を向いてみる、真横に向いたら、はい、ここに強さ乳突筋たんですけど、これでグッとこう使いをしてみる、でこのまま少し反らしてみる、1ふで、このこうするとかなり反らせるようになります、反らせられる、はい、これ逆でもやってみますね、まずいいですか、顔は右を、目線は右を向いてみて、そのまま顎をねグッとこう押しながら右向いてみてください、そうすると左のこの首のあたりね、この強さ乳突筋がブッとこう出てくるんで、そしたら親指、人差し指あたりね、この耳のあたり、耳のあたりですよ、わかります、耳をこうつっかえるようにしてみてください、はい、で右手を出してもらって、足はさっきの体勢でこのまま反ってみる、反ってみるって、こういうのをちょっとやってみてください、で普通に反った時とこういうふうに反った時だとかなりこっちの方が反れやすくなるんですよ、なると思います、うん、こうやって、はい、ぐーっと反ってみる、戻す、反ってみる、反らすっていうのをちょっとしてください、で首がちゃんとこう、固定した状態なんですけど、これをしてあげるとですね反らしやすくなるんで、で何回か何回もねこうやっていくと、もう脳が覚えてますんで、結構これ何もしなくても、あ、まあさっきより反らしやすいなっていうのがね、感覚的につかめると思いますんで、ぜひねやってみていただければとね思います。はい、今日もありがとうございました。